와보이스업산와보이스업산리나주제입니다예안녕하세요안녕하세요안녕하세요今日はどこですか今日は東義大東義大前、はいはい、大学のところですソミョンから、2号線の地下鉄で、3つほど移動したところですねはい、はい、うん。まあここからねちょっと、はい、何のお店があるのか私知らないからあええということで行きましょうか、はい、せーのカボイカイエはい今日はどういうお店に行く気なの今日はあのせーのでタイトル今いいよっていうのすげえ打ち合わせしてるなせーのハザムミョッサムミョッサムチャレンジはいということでですね今回はいやいやちょっと待ってそこはあれでしょスーッと流すとこじゃないでしょ何ちゃんとどういうことだって何て言ってたのハンサムおヨッサムうんヨッサムチャレンジおあれハンサムかっこいい人日本語で何カタカナのハンサムではなくおうおう韓国語の、はい、ハンサムあだから、ええ、だからあのリノの好きなイケメンっていうことでしょそういうことなんですけどそれもそうなんですけどああなんかちょっとお願いしますジェンさんハンってまあ1個で、うん、ハンってこう半玉皿とか焼肉行った時に、うん、あのサンチュとかにこう巻いて食べるサンサラダそれをハン1個巻いてこう食べるハンサンあなるほど上手説明上手こういう感じねおあすぐ見えるじゃんああるえだけど雰囲気的にやってなくないあれどうしまってる雰囲気的にやってなくない？休みです。じゃあとりあえずあれあの動画っぽく瞬間移動しとく？はい。それでは次の場所へ行きましょう皆さん。はいはい。せーの、カボイカイエー。三二一。はい、到着しました。瞬間移動。非常に非常に遠い瞬間移動だった。ここは何の店でしょう。ここは。見とこ。はい、焼肉のお店です。え、焼肉、肉ですね。はい、ここはサンギョプサルじゃない、モクサルでもない、ハンジョンサル、もしくはカブリサルを売るお店と、はい、いうことで来ました。じゃあ行きましょう。はい。せーの、カブリカイエ。何回目？3回目。はい。カブリサル2人前を頼みました。はい、まあ1人分は無理で、2人分からいけると。ハンジョンサルをちょっとさ調べてみようか。そうですね。どこか。ハンジョンサル。これねあの皆さん知らないでしょ。だからサムギョプサルとかさ。私思いつく単語あるんですよ。トントロじゃないですか。ああ、トントロ。ピンポーン。やった。1ポイント。そのポイントはどこで使えるんだよ最終的に。うん、当たり、うん。これ。え、トントロってどこですか。トントロはすっごいバレてくる。うん。首筋。首周りの肉を意味。あ、じゃああのリノで言うと。ここですね。はい。じゃあ次、カブリサル。カブリサル。カタロース。カブリサルはカタロース。へえー。じゃあ肩ですよ。肩ですか。マボイソ。あ、ケランチも来ました。
すごい。はい。そちらで、そちらからちょっと。ねえ。めっちゃ綺麗。およよよよよよ。この分類、この一本を3つに分けようって言った時に、このミスっちりある。肉が来ましたんで。はい、こっち、はい、こちらがハンジョンサルで、こちらがカブリサル。あとケランチも来ます。だけど確かにあのハンジョンサルトントロみたいな気がしてます。はい。おい、じゃあ行きましょう。あなたあれですよ、肉よりもあのケランチムしか見てないと。ケランチム好きなんですもん。ちょっと早く。じゃ あ, あのどういうところが好きか、ちょっと1分ぐらいちょっと話してもらうと。まずですね、ケランチムは、私的には結構味が濃いケランチムが好きなんですよ。味が濃いものが好きなので、お肉と一緒に食べる、ケランチムっていうのは味が濃いめに作られていまして、本当に美味しいんです、それとネギが乗っております、私はネギがすごく好きなんです、終わりです。だから好きです。終わり。カットで。いやいや、やだよ。カットで。やだよ、やだよ。もうチーズもカレーに好きですよね、ケランチム。あれ、じゃあちょっと肉が焼けるまでケランチムちょっと、ファーストイーティングちょっとやってもらえますか。あ、これめっちゃ美味しいやつだな。これだし系、だし系、だし系、めっちゃ好きなやつ。これは普通にあれかな、こう巻くってことだよね。ですよね。このつけて。ニンニクが美味しそうだよ。本当に美味しい。やっぱりちょっとサンギョプサルとちょっと違うからね、期待しちゃう。ハンサムしますか。ハンサムしますか。ハンサムします。ええ。全然肉らです。うん、キムチの比率は多いけど、まあ、あの自分の自由にストあのフリースタイルだから。はい。うん。やるよ。もう一回、もう一回食べたいって。ちょっとキムチが強すぎて。キムチの話しかしなくてごめんなさい。それはそうだよ、だって肉よりキムチが大きいんだもん。一回そのままでいくか。一回そのままでもいいよ。全体的に細いからさ、その2枚ぐらい重ねた方が美味しいかもしれない。あ、美味しい。なんかこれ、サムギョプサルと違う。そりゃそうだ。部位が違うんだから、それは違う。私は2枚。ね、ごまに2枚。いただきます。歯触りも違う、歯応え。なんか、サムギョプサルより食べやすい。こう、あんまり、なんかいい意味で歯応えがないというか、柔らかいというか。そんな感じする。あの筋がね見えないから。食べやすい。筋ゼロ。それは言いたかったです。なんで俺のコメント取るの？で、これを食べていただきます。はい。油が多いか。油。うん。美味しい油が多いから、あの焼き方次第であれだけど、今は最高で、あの食べるとグーって感じがする、あのね、実はこれは俺の個人的な意見よ、包まない方が美味しい。あー、なんか分かる気がします。肉だから包みたくないし、いろいろ入れたくなるけど、ちょっとサンドプサルよりも繊細な味な感じがするから、あのチェックでた方が味が分かる。あれ、なんか最短のチャレンジっぽいのがない。これ辛いかな。このちっちゃいやつね、あのテーブルにあったミニコチュ。あ、です。
な。うん、美味しいって。へえ。うん。え？どういうこと？え？どうした？止まったぞ、動きが。な。え？あ、大丈夫。どういうことだよ今のなんか5秒間ぐらい返してくれよ。飲み込んだ時にここがうってなってあれ咳出ちゃうと思ったら全然平気でした。はい、じゃあ次、次はかぶり猿。はい、かぶり猿。はい、かぶり猿いきましょう。これですね。あ、もう焼けたんだけど。もう焼けてるから。どう？かぶり猿の方がサムギョプサルに近い感じですね。肉質はあるよね、うん、こうね。あ、肩ロースだからね、うん、ちょっと脂身があるし、うん、美味しいです美味しいです。なんか特殊部位だから豚一匹につき1キロぐらいしか取れないらしいですよ。これがですか。特殊部位っていうハンジョンサルとかカブリサルっていうのは高級ってことですか。そう、やっぱねこれね包んでもいいけどやっぱり直接部位が味が分かる。満点コメント。ハンジョンサルとカブリサルどっちが好きって言われたらカブリサル。あ、うん、私ハンジョン派です。あ、ハンジョン派。迷うな。迷ってるうちに食べとくか。じゃあ答えは一番最後に。え、伸ばすことですね。でもかぶり皿の方がなんか肉肉しい感じしません？ハンジョン皿の方があっさりしてる感じ、ちょっと。だけど、あー、美味しいな。味はね、抜群。かぶってるじゃん。ね、俺のコメントに。すげえ、首をなくしてっけど。どうせ。何、今完成してる。チュモクイ。2人前。チュモクって何？チュモ。チュモ。こんな感じ。飛ぶし？飛ぶし？チュモッパとか言うやん。こう手で揉み込んだ。あー、そういうことか。このお肉こんな感じでーす。何が一番好き？あの結果。うん。ダラララ。ハンジョンサル。ああ。マボイさん。美味しかった。これはコスパが素晴らしくいいですね。うん。3人で6人前を食べたんでいくらぐらいですか？4000円です。約。約4000円。だから3人としてはすごくコスパがいい。全然。うん。いいね。ここに特殊部位を食べれるのこの値段はかなりおすすめかなと思います。はい。はい。素直な感想を。美味しかったです。安くて美味しかったです。私はそうなんかコスパがいいのと、うん、あとハンジョンサル韓国で初めて食べたんですけど、うん、すごいあっさりして食べやすかったです。うん。ね、ソミョンとかにも多分お店はあると思うんですけど、ドンイデも近いのでね、今度また歩いて帰りますけど、どっかから飛んできたんでね。だけど、特殊部位を、まあ、集中して食べるっていう機会があんまりないのでね、こういうお店に行ったらいいかなと思います。あと大学が近いので多分学生街なのでね、そういう学生街ってね、美味しいものだ店だけが残るんですよ。うん。だからお客もかなり多かったので、多かったですね。うん。はい。ね、だからちょっと美味しいお店っていうことになると思います。はい。はい。では、みの？え？言ってみてください。そういうことじゃないよ。え、以上か。リノって聞こえた。言わなきゃって。あ、うちがリノ、以上で言っていいですか。そう。じゃあ、はい。以上、バボイソープさんでした。